皆さん、こんにちは。今回は、長年連れ添った夫婦の理想的な関係性について取り上げたいと思います。タレントのヒロミさんと松本伊代さん夫婦は、数々の苦楽を共にしながらも、変わらぬ絆で結ばれています。一体、二人の秘訣は何なのでしょうか。様々なエピソードを交えながら、探っていきたいと思います。松本伊代さんが、2023年11月5日放送の東京 FM いいこと聞いたにゲスト出演した際、夫のヒロミさんへの思いを吐露する場面がありました。番組のパーソナリティで作詞家で音楽プロデューサーの秋元康さんとの対談で、秋元さんからヒロミさんとの出会いについて問われると、松本さんはこう答えたのです。そうかな、でも今は本当に思いますね。秋元さんは、ヒロミさんのことを、鍵でも何でも一つしか合わない鍵ってあるけど、ヒロミが偉いのはそういう人だと思って伊代のことを好きでいてくれているから、と評しました。そして、毎朝の朝食メニューについて話題に上ると、松本さんは、だって目玉焼きがいいって言うから、目玉焼き好きなんだって、と明かしたのです。これに対し、秋元さんは、でも、笑いながら言ってたよ。好きだけどさ、毎日目玉焼きなんですよ。って、とツッコミを入れていました。松本さんの料理の腕前について聞かれると、味付けが得意じゃない。フライとか天ぷらとか、市販のソースで召し上がっていただく、と照れくさそうに告白。味噌汁は作れるものの、たまに薄いなって言って息子たちと調合している。ほんとかわいそうと苦笑していました。そんな松本さんに、秋元さんは、これを妻としてよしとし、可愛いと思っているんだから、こんな人いないよと絶賛。松本さんも、いつ離婚されてもおかしくないって私は思っている、と、ヒロミさんへの感謝の気持ちを口にしていました。秋元さんは、見てる限り絶対にしないね。ヒロミは、このままじゃないの、運命的なのよ、と太鼓判を押していたのです。しかし、そんな松本さんにもヒロミさんから叱られることがあるのだとか。2020年11月11日放送のフジテレビ系「ほんまでっか TV」での告白によると、無駄遣いが原因で通帳の残高が100円ほどになってしまい、ヒロミさんに怒られたことがあったそうです。昭和芸能。松本さんは自身の散財癖について、特にそんな欲しくもないものも見ると欲しくなっちゃう、ロケ先でいろんなものを見るじゃないですか。そうするともう全然欲しくなかったのに、あ、これ前から欲しかったっていうおかしな錯覚に、と説明。当然ながらヒロミさんからは、なんでママこんないらないものを買ってくるの、病気だね、と叱責されるのだとか。この衝動買い癖が原因で一回貯金通帳が本当に100何円になっちゃったんですよ、という事態に。与えられたお金がヒロミさんに振り込まれているお金、生活費とかもろもろの通帳が100何円になった時には、すごいヒロミさんに叱られた、と打ち明けていました。家計管理については、全部ヒロミさんが握っていると、松本さんが説明すると、共演者からは、絶対そっちの方がいいですよ、そうじゃないと大変ですよ、と同意する声が上がっていました。家計のタガが緩んでしまう松本さんを、ヒロミさんが優しく、時に厳しく導いているようです。一方で、松本さんはサンドウィッチマン、伊達みきおさんから、ヒロミさん、本当に伊代さんのこと好きですよね、と水を向けられた際、どうですかね、最近はあんまり愛を感じない。いつも、ママ可愛いよ、って言ってくれるけど、最近言ってくれない。可愛くなくなってきているのかもしれない。と寂しそうに漏らしたこともありました。慌てて、でもすごい仲良しです、と付け加える松本さんに、伊達さんからもう遅いですと突っ込まれる一幕も。喧嘩について聞かれると、最近はしてない、する時は長い、ヒロミさんは怒ると口を聞いてくれない、その時間が長くなる、私もすぐ謝るようにしてる、と明かしていました。ヒロミさんが悪い時もある、との問いには、ないです、 98% ぐらい私が悪いと思います、と答えて笑いを誘っていました。お茶目な松本さんと
それを包み隠さず愛するひろみさん、お互いの人となりがよく現れたエピソードと言えるでしょう。そんな二人は先日、家族揃ってゴルフを楽しんだそうです。ひろみさんが自身の YouTube チャンネルで公開した動画には、怪我から復帰したばかりの松本さん、長男で俳優の小園亮さん、次男の俊樹さんとのラウンドの様子が収められていました。ひろみさんがスイングのアドバイスをする場面では、初めは空振りを連発していた松本さんでしたが、的確な指導によってナイスショットを連発。コーチありがとうございますと笑顔で感謝を伝える松本さんの姿が印象的でした。家族ゴルフ大会の罰ゲームは、最下位の人がスイカを買うことだったそう。松本さんと息子2人にはハンデが設定され、序盤からナイスショットを決める松本さん、やったと歓声を上げる姿からは、ゴルフを心から楽しむ様子が伝わってきました。昭和芸能、打順を間違えてしまったりラフってしまったりと、プレーぶりは完璧とは言えなかった松本さんでしたが、ひろみさんは、いいよ、調子いいね、今日と励ましの言葉をかけていました。最後は全員がボギーでホールアウト。ダサい家族でしたとひろみさんがジョークを飛ばし、和やかなムードでラウンドを締めくくっていました。この動画には、本当憧れる、ひろみさんは理想のパパ&旦那様です、めちゃくちゃ良い家族、ママパパ最高です、など称賛のコメントが多数寄せられました。松本さんのズボラさや家事の苦手さを笑顔で受け止め、時に叱咤激励しながら支えるひろみさん、そんな二人の関係性は夫婦の理想形と言えるのかもしれません。確かに松本さんのウィークポイントを挙げればキリがありません。しかし、それを愛すべき個性と捉え、決して愛情を失わないひろみさん。秋元さんが言うように、松本さんにとってひろみさんは唯一無二の存在なのでしょう。だからこそ、40年近くもの間、変わらぬ絆を育み続けてこられたのだと思います。二人の関係性は私たち夫婦に多くの示唆を与えてくれます。相手の短所も個性として認め合い、お互いを思いやる心を忘れないこと、時には喧嘩をしても愛情の深さは揺るがないこと、そうした夫婦でいるためのヒントが、ひろみさんと松本さん夫婦の姿からは学べるはずです。今回の動画を見て、理想の夫婦像について考えさせられた方も多いのではないでしょうか。ぜひ二人の関係性から学んだことを皆さんの夫婦生活に取り入れてみてはいかがでしょう。きっとより幸せな家庭を築いていけるはずです。以上、ひろみさんと松本伊代さん夫婦の秘訣に迫る内容をお届けしました。今回の動画についての感想や今後扱ってほしいテーマなどありましたら、コメント欄に書き込んでいただけると嬉しいです。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。次回の動画もどうぞお楽しみに。